はい、おはこんばんは、サイロです。キングダム七フラやっていきたいと思います。今回ですけども、今更っていう感じしますけどね、合唱戦ですね。もう多分最終日、時間もギリギリの多分ところですね。なんかあと15時間ぐらいだった気がする。で、今回なんですけども、今現在ですね、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億6億ポイント溜まってるっていうか、まあ獲得できてて、で6億以上ってことは10億ポイントで3000人称ということで、ちょっと目指せるか分かんないですけど、ちょっとブースト使ってね、ちょっとどこまでやれるかちょっとやってみようかなと思って。もちろん編成はですね、どこ行った、あれ壊したかな、あ、こちらですね、左から歓喜、国王歓喜と、何期これ名前が出てこん、長軍の、あ、高尊流ですね、高尊流と、王騎と、で最後こうフレンドさんでルミリオンさん借りようかな。ルミリオンさんが一番強いかな、こんな方。ああ、もうガンを抜いとんね。神正宏 YouTube もっと頑張れってでもね、本当に最近もう皆さんのなんて言うんですかね、まあフレンドさんがこう変わって、あの追加されてですね、もう僕も結構みんな赤徳の人が増えてきたんで、まあなかなか嬉しいかなっていう感じで、それではね、やっていきたいかなと思ってます。やっていきたいかなと思ってます。日本語おかしいな、ね、やっていきましょう。これね、みんなごとつやったらね、ワンチャンね、まあそんなにたらればなんで、まあとりあえず黙ってやれと。さあ行きましょう。これね、すごいのがね、本当にこう、なんちったの、もう、こんなんですよ、もう、連打、連打、こう、連打、連打してみたいな。連打してみたいな。っていうのがね、こう、こうやって、みんなこうやってやってるんですよ。これがすごいなっていう感じ、俺の中では、もう、マジで。これ前さ、前はさ、なんかこの、なんちゅったんやろ、なんちゅったんやろ、ね、前は敵がね、普通にいたんだけど、もう一回消えるんだよ。必殺技使うのもったいないか、今単品で倒した方がいい。どうなん、これタイミングで必殺技使う方がいいんやか、ちょっとよく分かってないんだよね未だに。でもちょっとずつ強くなっていくやん。この辺かな。あ、まだ308やめとくかじゃん。強いよね。ちょっとどれぐらい攻撃力上がってんの。63,000、14万。フレンドの国王歓喜でも14万。えぐえぐーやん、すごいね。すげえよ、すげえ、おもろ、さあやっぱおもろいよ。これは行きたいね。もうそろそろいいんじゃん、ちょ一回行ってみようか。もう6万もなってきたしね、まあなかなか、あ、いいねいいねいいね。で次、歓喜で一掃しましょう。3万8万。あー、ちょっと国王のとこ行けるか不安。行けるやん、必殺技が11万、いいねー。11万、得意武将だからね。ここはゲージマックスなってからじゃないともったいない。必殺技打っててよかったか。これはいける、これはごまきいけるでしょ。怪しいぞ、危ねー。ギリギリチョンバ、ビーチョンバでしたね、今完全に。入んない敵がいますね。じゃあ入んない敵作ろう。やっぱ突ってないかな、ほら。もう突ったらもう17万、19万、マックス。来たよ、マックス。19万。
もう一回いけるんじゃん。いけるね。まあ、苦手武将やもんね、実際。オッケー、いいよ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 。100超えたね。100連超えた、100連。パチンコやったらすげえぞ。ちょ、桁の上がり方尋常じゃない。だってさ、さっきまで8万とか、もうここに来て54万、やばやばしや。うわ、打つ順番間違えたね、これ完全に。やっぱ必殺技で倒してなんぼやね。ほら、もうポイント違うもん。ポイントの数値がえぐなっとる。こっちからや。あー、しくった。むず。あ、少ない。150万しかもらえてない。いけ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 。これ必殺技じゃないと倒せんくなったのさ、これうざいね。この超党のさ、名前あれ忘れたけど、この条件ってなんなん。なかなかね、ちょっと必殺技のごまきいけんな。これごまきいけたら最高なんやけどね。ビヘ行っとく。こうやって攻撃振り分けた方がいいんやろうね。あ、もう強すぎ。これでいけんか。いけんな。ビヘがいけんかったわ。これでまあ二巻きやね。寝巻きみたいな言い方するやん。いや、強すぎるんだ実際。攻撃えぐいもん実際。12枚っていけんじゃん多分。うわ、いけんかった。マジもったいねー。あれ、たまら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 。この誇張の時に通常攻撃しよう。時間が一番もったいない。全軍総攻撃です。これはもう普通に単発でいけるでしょ。順番間違えたね、また。存分にやる。負けたらただじゃ済まないぞ。エメラ、負けたらただじゃ済まないぞ。ただじゃ済まないぞ。神々。アスファルト剣飛ばしてチャンジ。わ、ちょっともったいね。バカチンした今。あと56秒。ちょっと必殺技早めに打つったらいい。いっとけいっとけいっとけ。倒さない意味ねえやし。オッケー、歓喜出せ、歓喜早く出せ。倒しきた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 。オッケー。でかいこのポイント、ポイント、ポイントメント。いけ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 。僕ならやれる。僕パンマン。よく分かってないけど、どんどんいけ、どんどんいけ。今通常攻撃で倒せるのが2人ぐらい。いけ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 。
これ連チャンいける、連チャン、ちょっと余った。参ったぜよ。オッケー、いきやしたろ。うぜえな、この一発で倒れろって感じ。30枚いきたい。うわ、いかんかったか。うわ、きついか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 。負けたらただじゃ済まないぞ。うじゃ、存分にやる。おかしら。いけ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 、もう、ちゃうち、ちゃうち。ゲージ貯めんといけんね。そっちじゃねえよ、おめえ。ぶっ殺すぞ。どっちに攻撃してんの。来た来た来た、ガンキ来た。もうむしむしむし、よっしゃ、いいよ。通常アタックで倒せるのでかい。オッケー、いいね、最高。100万超えとるやん。100万超えとるのやばくない、実際。3負けはできる方法あるよね、実際。結構必殺技打たんで。ちょっと我慢できんかった。2負けはもう間違いないやん。どっちがいいんこれ。オッケー。これむずいわ、普通に。ちょっと2倍速やめていい？あ、やべ、終わっちゃった。うわ、マジもったいねえ今の。やばいやばいやばい、バカやん。相当もったいねえことしたし今。やば。おい、ヤバタニエンしてるよ完全に、一人で今のは。やべえ。ああ、必殺オートダメ。やべえやべえ、必殺、敵の必殺が溜まるより。うわ、危ない危ない。危ない。歓喜出てこいって。うわ、だる。歓喜そこ出てきやがった。まあ、とりあえず、位置まで持っていこう。もう一回いけるやろ。何しろ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 。何しろ、お前。あれもったいねえ、ほら、ビヘに必殺を打たれて。あれもったいないって。これやられるんじゃない。うわ、死んだ。コーンソンリぐらいはいい。じゃあ、ギリいった。うわ、待て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 、危ない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 。マジもったいねー。高尊竜になくなるのちょっとでかいわ。でも初めてここまで追い込まれたの。いけない、一人も倒せんの、悪いやん。ワンチャンありえるよ。ピヒエ倒したらいいんじゃないですか。これえぐいな、これきついよ、強すぎる敵が。ここまでいけーちことやね。ここ限界なんやろうね。めちゃ限界っちゃね、これ多分。普通に強い。うわ、死なんや。そうやろ、死んだと思ったぜ今。
あー、ここ限界でしたね、完全に。参りました。ちょっとここの限界値やな、僕の限界値ですね、これ完全に。まあ、あとやり方でしょうね、多分。多分上手い人がやったらもっといくんじゃないかなっていう感じかな。うん、ようやったと思う。俺も結構満足やもんね、実際。まあ、最高得点いっとうかどうか知らんとして、いってないね、全然。だって、6億よ。4億って。やば。うわぁ、ちょっと無理やったね。俺の実力じゃ無理。オートの方が取れるわ。無駄が多いんやろうね、やっぱね。多分理解できてないとこもあるやろうし。まあまあまあ、コメント多分いろいろ叩かれますけども。まあ叩かれるってか、まあいろいろアドバイスもらえると思うんでね。まあちょっと参考にしつつね、またやっていこうと思いますんでね。皆さんね、温かい目でね、ぜひ見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。こんな感じでね、合唱戦、やっていきましたけどもね。あと14時間あるんで、明日の2時までかな。12時、今何時11時ぐらいか。うん。そういう感じでね、はい、やっていきますのでね。皆さんもね、僕のこと応援よろしくお願いします。またね、まあ、前回の動画でね、結婚報告しましたけども、また、毎日投稿、朝、ね、夕方の18時ね、毎日投稿していくんで、キングダム7フラに関しましてはですね、やっていくんでね、よろしくお願いします。それではまたね、チャンネル登録、グッドボタン、低評価もね、ぜひね、どっちがいいんでね。まあ、押されることがまず大事なんでね。はい。ということで、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、またね、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。